おはようございます。マサトです。変わらないな、朝食の時間です。農家との編集でお送りしています。今日もよろしくお願いいたします。では最初に、お祈りいたします。与えた朝の糧を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメ。最初にコーヒーいただきます。はい、時間はもう7時、半に、なろうかとしています。はい、7時半ですね。はい、それと湿度は、60% 以上ですね。22度前後で、まあ、過ごしやすいですね。はい、梅雨前かな、どんよりしています。はい、今日はこの先ほど飲んだコーヒー系のですね、いつも変わらないな、はい、食事です。はい、それと、ヨーグルト、プルーンですね。ヨーグルトに、プルーンを入れています。バナナは入ってません。それと、今日は、卵はもうお昼卵使ってますので、卵はもう入れてないです。はい、パンといつもの変わらないトマト、パパイヤの漬物とキュウリとゴーヤ、ニガウリと、海苔ですね。海苔の刻んだものと。はい、ではいただきます。先にじゃあこっちからいただきます。サクサクスクのとこれもですね、はい、ちょっと4分の1のこの、はい、朝の少し朝は時間との時計を見てのですね。はい、今日は霧のいい66ですね。何の日かな、朝はそうですね。今日は思うようにいかないですね。昨日は思いは11時に今日30分よかったら最後まできちんとして寝るつもりがもう持たなかったですね。食後にもう歯磨いても、まあ先に風呂入ってますけど、YouTube のショートの動画を昨日は全部上げることができず、途中でも諦めて横になりましたですね。やっぱ体が少し休んで再開しようかと思いましたけど、途中目が覚めますけど、4時過ぎたですね。4時過ぎて片付けてまた寝てしまいましたですね。起きても硬いんですけども、体が悲鳴を上げてちょっと良くなって、6時過ぎの起床ですね。はい、
かなか。体がもう、もう限界を覚えますね。はい、はい、再生回数は回りませんけど、はい。若干弱気になってます。はい、もっと継続力なりですね。はい、もう早いペースで、はい、風が、通りが、はい、ちょっと、これもっとアップした方がいいんかな。試験的にしてみます。三段重ねですね。はい、はい、三段重ねどうですかね。なんともう恥ずかしいですけど、マスクのあれをマスクを背伸びしてでいただきますね。あまり三段重ねは良くないですか。どうですかね。アングル的に、正面的にちょっと背筋を伸ばして、猫背になるときついですね。はい、それでマスクの箱を3つ重ねています。そういうのつなかを伸ばして、はい、この方が楽ですね。はいはい、はい、調整していますけど、はい、プルーンですね。プルーンをいただきます。はいはい、いただき、うん、もう黙々と食べるんですね。はい、ちょっと背中を背すぎるな伸ばして、
7時半回ってます。はい、10時出勤ですね。先ほどジョネさんの動画を2本拝聴しました。で、3本目ですね、目に入ってます。朝のルーティンですね。はい、途中から携帯の位置を高く背中を伸ばして完食です。ごちそうさまです。先にこの今日はサラダ卵なしでした。完食ですね。はい、あとコーヒー牛乳飲んで、終わりです。では10分もありましたので、おはよう、変わらないな朝食でした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします。背中をシャキッとして、はい、はい、感謝いたします。次回のまた、聖書を学びたいというお友達も募集してますので2度かな、よろしくお願いします。次回の おはよう、変わらないな朝食でお会いいたしましょう。マサーとした仕上げ列パッションブルズ、シャロムシャロムシャロム。